アイヌ民族の遺骨の返還や先住民族の権利回復に取り組んでいた浦幌町の佐島正樹さんが昨日亡くなりました。73歳でした。浦幌町出身の佐島さんは元浦幌町議会議員で、アイヌ民族の団体ラポロアイヌネーションの会長を務めていました。町内の墓地から掘り出されたアイヌ民族の遺骨の返還運動に取り組み、裁判を通じて北海道大学や東京大学から遺骨の返還を実現して、町内の墓地に再び埋葬しました。2020年には国などを相手取り、先住民族として地元の川で鮭を取る権利があることの確認を求める裁判を起こし、今年4月に判決が言い渡される予定でした。佐島さんは病気のため浦幌町の病院で療養を続けていましたが、昨日73歳で亡くなったということです。